はい、皆さんこんにちは。神工房のキングダムです。本日紹介したいマクロ情報はこちら、マクロスフロンティア、グッドスマイルカンパニーよりマクロスフロンティアシェリルノームの7分の1スケールフィギュアが登場と、現在予約受付中ということで、前もしかしたら紹介、したかもしれないんですけど、割と完成度の高いシェリルのフィギュアが、お高めなんですけど販売されますということで、こんな感じのフィギュアとなってます。はい、みんな文化してる。マクロスフロンティアより銀河の妖精シェリルノームが7分の1スケールフィギュアになって登場と、キャラクターデザインのエバタリサ氏によるマクロスフロンティア10周年記念イラストをモチーフに、躍動感のあるポーズで立体化、色気たっぷりに微笑む勝ち気な表情、ふわっとなびく長い髪、大胆に露出した額や、胸元などイラストの雰囲気そのままにシェリルの魅力を最大限に引き出した高品質な仕上がりになっていると。はい、発売が2024年の5月なんで、約1年後で、価格が3万6000円と、少しお高めなんですけど、値段に見合うぐらいの出来となってますと。こちらの、シェリルじゃなくてランカバージョンも一応、再色されてないバージョンはもう、前から出てるはずなんで、ランカも近いうちに出るんじゃないかなと、値段とかも多分同じで出るんじゃないかなと思われるんですけど、先にシェリルが出たので、2つランカとシェリル揃えたい方とか、シェリル推しの方はよければ、購入を検討してみてはどうでしょうか。受注期間が決まってまして、5月の25から、約1ヶ月ぐらい前なんですけど、そこから8月の23までとなってますので、ご注意ください。はい、公式の方に行けば、期間限定の PV とかも、あるので、よければそちらの方もご覧になってくださいという感じで、今回はシェリルの7分の1スケールのフィギュアが出ると、予約受付中といった情報でした。よければチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。ではまた次のマクロス情報のでお会いいたしましょう。